こちらです。木曜日恒例世界で発掘傑作 CM のコーナーなんですよね。でこれまで各国の CM ご紹介してきましたが、今日はこちら世界の CM を知り尽くすというこの陽気なおじさまのおすすめ CM ご覧ください。皆さんおはようございます。世界の CM フェスティバルのブヴィエです。パチパチ。世界の面白 CM を発掘し、日本で上映会を開いている世界の CM フェスティバル、毎年何千本もの中から CM を世界中から買い付けているのはフランス出身、日本在住35年のジャン・クリスチャン・ブーヴィエさん。今日私がとっておき CM を紹介します、はい、ロンドンのリバプール駅でいきなりすごいことがありました。駅構内でありえない風景、あなたならどうする？後でクイズもあります。よくご覧ください。このリバプール駅はロンドンで利用者数が3番目に多いターミナル駅。そこで急に踊り出した一人の女性。するとその輪がだんだん広がっていきます。みるみるうちにダンサーの数は増え続け、通りすがりの人も一緒に踊り始めちゃうんです。いつしかコンコースはもともといた400人のダンサーと参加した通行人たちで一つになって盛り上がってました。実はこれ10台ものカメラを隠して撮影されたそうです。おばちゃんもご機嫌。すごいですよねこの迫力。皆さんキレがありますね。ではここで問題です。これは一体何の CM でしょうか。どうでしょう、竹野さん分かります？なんだなんだ、分かる。ジョークさんどうですか、分かりますか？何答えはブーヴィエさんお願いします。実はこれはイギリスの携帯の CM でした。なるほど。そう、皆さん分かりましたか。突然踊り始めた人たちを携帯電話でこのように撮影する人たちがちょこちょこ映ってましたよね。そうそうそうなんです。ほらほらほら、これもお話したりしてますが、この CM のキャッチコピーは Life is for sharing、 人生は分かち合うもの。ダンスに参加する一体感や携帯電話を使って喜びを分かち合い共有しようというメッセージが込められているんですね。確かに分かち合いたくなりますもんね。確かに携帯使いますね。あなただったらどうしますか。どうでしたか。